あそれでは、えっと、今日は、えっと、東大の飯山さんに、えー、3回シリーズで、えー、セミナーをお願いしています、えっと。途中で質問いっぱいしてもいいですよね。よろしくお願いします。それでは、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あとえあの紹介いただきました飯山です。この間、えっと、フレーバーフィジックスというあのワークショップで、まあ、量子コンピューターの に関する、まあ、何ですかね、あの紹介というか、そういうトークをやって、まあ、その時もその幅先生にご声かけいただいたんですけれども、今日の,あの内容もかなりそれ,それにほとんど <laughs> あの近いものなので、もしその時ワークショップ参加されていた方がいたら、ちょっとあの聞き飽きた話になってしまうかもしれませんけど、まあ、あの時間が今日、今回あるので、ある程度ゆっくり話して、丁寧にやろうと思いますし、おっしゃってもらったようにその質問を。 いいいっぱいしていただければと思うのでじゃあ、はい、第1回ということで、でえー、といきなりこういうことを言うとあの、セミナー聞きなくなっちゃうかもしれないんですけれども、最初に多分白状しておくべきこととして、あの私は量子コンピューターの専門家ではないんですね、決してその、まあもうあの、PhD ももちろん素粒子物理でやってますし、ずっとポストドクとかも素粒子物理でやってきて、まあ、あくまでその量子コンピューターに関心を持っている素粒子物理屋という立場で、まあ、研究をやっています。 CA ともそういういつもりで今日話しますだから、まあ、セミナーとか講義とかっていうよりも、まあ、その情報共有というつもりで聞いていただけたらと同じそのピアとして、えー、聞いていただけたらと思います。であとまあその言うわけじゃないんですけれども一方でその専門家であってもおそらく今その量子情報のこの,この量子コンピューティングの世界ってまあインフレーショナリエポックにあるというふうに勝手に思っていて。 まあ実あの90何年とかからこの量子コンピューティングというアイディアがあるわけなんですけれども、えー、まあハードウェアがなかった時代がずっと続いてで、まあ、そのインフラトンであるところの,そのハードウェアですね量その超っ、えーえー、と量子回路というのが実現しこの本当に過去数年ですね34年で急にまあ関心が高まり いろんな人が飛び込んできていろんなアイデアが出てきてあ急にワッとフィールドが広がったところで,でそうするとその90何年からこうちまちまとやってきた量子情報屋さんという人たちが、まあ、今も,ちも,もちろんいますしそれと,と同時にそのハードウェアをずっと作ってきた人たちというのもいますしでその人たちの間は、まあ、まあまあ割とコミュニケーションはあったなと思うんですけれどもそこにさらにその応用っていうのがまあすごく今関心を高めて 特に機械学習とかですね入ってきていてでその辺とはまだちょっと,ょっとこうコミュニケーションが取り切れてない部分もあったりするのであのまあ本当にあの幅広いトピックが隠されていますこの一言の量子コンピューティングで言ってもでまだ今回話するのもかなりまあ偏ってしまうかもしれないし、まあ、できるだけその広く話せたらと思いますけどその分まあ浅くはなりますはいでじゃあちょっとご卓もう続けるんですけれども量子コンピューターとは何かっていう話 を続けますと量子コンピューターって言うんですけども演算子って呼んだ方が多分的確であのすごくに我々の,そのラップトップみたいこう何でもできる汎用計算機というよりは特定の演算を高速化する GPU であったりとか,なん,かそういうのなんとか PU に相当するものというふうに考えた方が良いと思います。で、まあ、実際その QPU、クォンテンプロセッシングユニットなんていう言い方をする人もいます。 えとまあ、もちろん原理的にはあのその量,子コン量子計算というのは、えー、古典計算というか、まあすね、その我々の使っているコンピューターがやる計算の、えーまあ、スーパークラスというかあのを必ず、えー、再現できるとあの本当にその計算原理的には、ですね計算理論の原理的には言われているので、えーまあ、別にメール読んだり YouTube 見たりすることでも使えるわけなんですけれどもそういうふうに使うことは誰も考えていなくってどっちかというとやっぱりその 特定のまあ後で話もしますけどそのなんか素因数分解をするよとか,なんかこう物理系のシミュレーションをするよとかそういう使い方あとしてス止、えー、するつもりで作られています。えっとまあ左下にあるのはなんかその量子コンピューターっていって Google すると出てくるイメージなんですけれども <laughs> 右にあるのが実物の写真で、えー、とこれはでもじ、まあ、量子コンピューターっていいますけどこれあの主,主に写ってるのはあの希釈冷凍機といって、まあ本当にただの,あの冷蔵庫です。 一番下のところがマイナス、えっ、ー、と、マイナスミリケルビンとかにまで冷やせるような、まあ、あの冷凍機で、上は常温。まあだからその常温からで、しかもそのコントロールの線を上から下に吊るしていかなきゃいけないのですよ、ね、電線を通していかなきゃいけないので、そういうことができるような特別な冷凍機です。で、この一番下のところにその量子チップというのが、右下にあるようなチップが入っていて、それで演算をするということです。 あもちろんこれ今の人、あの量子コンピューターって言って、これ、まあ、ザー量子コンピューターみたいに映しますけど、いろんなスキームがあって量子あの、いろんなハードウェアが、別々の実装があって、これはその超伝導量子回路を使った量子コンピューターの図ということで、例えばその光を使ったりとかする場合は全く違う絵になりますから、まあ、それだけちょっとご留意ください。えっと、それではい、じゃあ量子コンピューターはそういうものだとして、じゃあどうう、どういう,こう物理的実態であれば、そういう量子計算というのができるのかということを考えます。 すごく広く捉えれば、えーとまあ、多分あの満たすべき条件では3つあって、1つは、えー、と必ずその特定の状態に準備できる量子計が中に入っていると。でこれはそのこの状態に準備してねって言って、まあ、何かしらの操作をしてで、その状態に準備されていることが、まあ、おうあ,るある意味その観測をしなくてもその状態に準備されていることがかなり100%に近い自信、えー、を持ってあの言えるということですね。そういう初期状態を作れる。 それからその形に対して決まった操作を繰り返し実行できる。例えばその初期状態に対して、まあ、あの初期状態が例えば一つのエネルギー順位にあるとしたら次、別のエネルギー順位に遷移させるよということを、またそれもだから高いフィデリティで持って実行できる。で、まずあの測定をしなくてもそれがわかるということですね。これになっているはずだということは分かっている。でそれから最後にその測定もできる。そのいろんな操作をしてして、最後に操作をした結果というのを、まあ、測定をし、 でそれがまあ正しい状態が見えるということ、と正しいこというか状態を反映した結果が得られるという、まあ、す,ごくすごく広く言えばそういうことで、でまあ、この3つの条件を満たすためにはだからその、さっき言っ,言ったみたいにいろんなハードウェア実装がありえるんですけれども、まあえっと、一,、まあ、一番あの有力だと言われているのはまあその超伝導量子回路を使ったもので、まあ、そういう話はと次回以降しますけれども、今日はもうちょっとこうハイレベルの,その量子コンピューティングというか、量子計算とその応用という話をしたいと思います。 まあそれはそれとしてごめんなさい、ちょっと話がそれましたけれども、まあ、そういう3つの条件と、それから補助的に、えーとまあ、プラクティカルの問題として、えー、とそ,れがそれをやるのにあのすごく時間がかかってしまうと困るので、まあ、えっと一番下のところですけど、それ、それいわゆる3つというのを高速で繰り返せる必要がある。まあ、なぜ繰り返すかというのをちょっとすぐに話しますけれども、高速で繰り返せる必要がある。それからもう1つは、えーと まあ、量子コンピューターを何に使いたいかということを考えたときに、この,あの K と呼ばれる上、上で言っている K というのが、ある程度、多体系であってほしい。そうじゃないと状態空間が1次元だったりとか2次元だったりとかすると、あまり面白くないので、まあ、そういう補助的な問題もあります。はい、じゃそのな,なんでその多体系がいいのかということですね。何が嬉しいか。量子コンピューターを何に使いたいのかというとの話に入っていきますけれども。 えっとまあ、ここでまたちょっといろいろキャビアとあるわけですけれども、ちょっととりあえずは限定し人あ,ある程度ある1つのスキームに限定して、まあ、二重その量子ビットと言われるやつですねからなるものだけを考えます。その要するに三重円系だとか、N 順位系だとかを使った量子コンピューティングというのも存在するわけなんですけれども、まあ、あのちょっと話を単純化するために二重円形にします、量子ビットです。量子ビットが N 個あるとします。 1>, でえっとまあ、1つの量子ビットに関して、まあ、2つの順位があるので、それをじゃああの、まあ、便宜上ゼロバ、0ステートと1ステートということにしますそうするとその、そういう量子ビットが3つあったら、えー、例えばそれ,それでそれが1つの量子ビットが1状態、2個目が0状態、3個目が1状態になったとしたら、えーっとそ,のまあ、その全体の計の状態というのは、そういったその 3, 3つの状態空間のヒルベルト符で、うん、ヒルベルト符席で。<laughs> あのこのネッカー席じゃなくて何て言うんでしたっけ <laughs> テンソロ席ですね。テンソロ席で表されるので、1×0×1、まあ。0 1でまあ、これをそのさらにまあ便宜上、あの101と略したり、もしくはこれをそのバイナリー、文字通り本当にその、えー、と二進数の表示と読み取って、5ステートと全体、全体、形全体として5ステートと呼んだりします。これは別にその5番目のエネルギー順位にあるという意味ではなくて、101というステートを、まあ、二進数で呼んだというだけなんですけれども。 そういうことをする、そういうことを考えると、じゃあ、その3つじゃなくて n 個あったらどうなるかっていうと、上の議論ちょっと考えてもらえば分かるんですけれども、要するに、形全体として0から 2n-1、つまり1、1、1、1、1、1、1、1っていうそういう1が n 個並んだ状態、0っていうのは0が n 個並んだ状態ですね。の2の n 乗通りの直行規定が存在するということは分かります。こういうのを計算規定と呼ぶんですけれども。 量子コンピューティングの世界では。まあ問題なの、まあポイントならそのは2の n 乗通りということですね。しかもその直行規定、量子力学的な直行ベクトルが2の n 乗個存在すると。でかつ、まあ、量子力学なので、そういうその直行ベクトルを用いて、一般の形の状態というのはその直行ベクトルの線形和で表されるわけですね。でつまり、n 個の量子ビットを並べたときに、 まあ一般の状態というのは、だからその本当に2の n 乗次元空間の中の何かその1つのベクトルを表すということになります。でえっと、まあ例として例えば、えっと、さっきは1つのビットが0だったり1だったりというステートというふうに考えたんですけれども、そうじゃなくて、まあ、いわゆるその重ね合わせ状態であるところの,この0たす1というステート、スクラルと2分の1はもちろんかかりますけれども、を、えっと、並べたとしますと、n 個そうすると、 まあ0たす1が n 個並んで、でえっと、まあちょっと考えていただくと分かると思いますけれども、すべての組み合わせ、0と1の組み合わせが出てくるわけなので、この掛け算をまあ分解する、えっと、書き下すと、まあ、さっき言ったみたいロ0000っていうの1、あるいは1111っていうのまで、2の n 乗通りの乗降規定の、まあえー、等しい重みでの和というふうになって、まあ、こういうえ最後の和の形になります。 まあえっと、それで、まあ、もうすでにちょっと今ちらっと言いましたけれども、の2の n 乗次元のヒルレット空間を使うんだということですね。というのは、もちろんそれで各、えっと、各規定、各、まあ、直行規定に、えっと、1つ係数が複素係数がかけられるわけですから、要するに n 個の物体を並べるだけで2の n 乗個の複素自由度を得ることができるということ。それがその最も大事なポイントですね、量子コンピューターの。でそ2の n 乗ってどういう,どう,いう数字かというと、例えば300個。 子えー、とキュービット並べると、まあ、2の300乗っていうのはすでに、えーとまあ、観測可能宇宙のにある原子の数よりも大きくなるとそのくらい莫大な、えー、計算空間を簡単、まあ、簡単じゃないんですけれども比較的簡単に得ることができるで、えー、かつ、えー、と量子コンピューターを操作する時っていうのは 個々の,その一個一個の,その計算規定に対して操作するのではなくて、一個一個の量子ビットに対して操作する。量子ビットの方は、ある意味こう物理的実態というかその操作対象になるわけなので。ということは、一、えっと、つの量子ビットに作用させるたびに、すべての計算1つの、個々の量子ビットは全部,全部の計算規定に必ずこう携わっているわけですから、一つの量子ビットに何か操作をすると、全計算規定に同時にそれが作用する。ということは、えっと、この量子コンピューターというのは、巨大な並列演算詞だというふうに考えてもいいわけですね。 2の n 条項の計算規定に一つの操作が一遍にかかる。まあその並列計算の言葉で言うと sensing と呼ばれる、そのシン l e instruction, multiple data というのに相当するわけですけれども、まあなんかそのある操作 U というのをすると、まあ全ての計算規定にそれがかかる。もちろんそんな単純な話じゃないというのが後から出てくるんですけれども、えまあなんていうかすご,くすごく乱暴に言えばそこら辺がまあ量子コンピューターの いいところ、もしくはまあポテンシャルであるというふうに考えていいと思います。でさ,さっきから、えっとえー、量子操作とかその計算というふうに言ってるんですけど、具体的に何をするのかということはちゃんと話していなかったので、えー、そこに入ります。量子,量子状態で計算するってのはどういうことかということです。えっと、まあ一番上の,そのダ,イアグラムダイアグラムというか、フローチャートがえーっと基本なんですけれども、 えーとさっき言ったみたいに量子、まずは量子状態を初期化しますその量子。何かしら量子系を持っていたとしたら、それを初期化する。初期化する操作というのは、まあ、決まった操作をすることで、決まった初期状態にできるということが、まあ、そのこれが量子コンピューターであ、さっき言ってみたいの,の3つの条件のうちの1つが,これが、これを満たしていなきゃいけないというのがあるので、まあ、じゃあこれが実現できるとしますと。実現してその初期化しました。で次に、えーとまあ、2個目の条件であったところの,その、えー、決まった量子操作をすることで、まあ、決まった 量子状なんていうか、えー要するにえー、特定のユニタリー演算をかけることができるということなんですけれどもさっきの条件というのは要するに、まあ、そうやってその中ユニタリー演算をすることで、えー、状態を変異させていく遷移させていくことができるそれがその,そのユニタリー演算の流れというのを、まあ、量子プログラムというのでもいいわけです、まあ、それで何かしらの量を作りましたと量何かしらの状態を作りましたそれで最後に測定をするとこの ψ サ、えー、K というのの掛、まあ、け算で、プサイ K というの足し算でと書かれていた量子状態を測定すれば、この ψ J というその係数の、まあえー、絶対値2乗が確率になるというのも、その量子力学の基本原理から言われているところですけれども、えー、そういった確率で、まあ、状態 J を得るんだということがわかります。で、そういう流れを何回も何回も試行すると、 何が得られるかっていうと、まあ、ヒストグラムですね。その0 0 0 0 0ロから1 1 1 1までいろんなこの計算規定の計算状態というのが毎回得られるわけですけれどもそれのその確率というのはそのプログラムによって決まる確率であってでその確率に応じたヒストグラムというのが計算結果として得られると。で、えー、とそ,のそのヒストグラムから 我々はその何かしら読み出しをする。でもそ,れそれがその量子計算ということに対応します。だからまあ、えーとそれ、それを言われてもピンとこないというのはそうなんですけれども、えー、と例えばイメージしてほしいのは、量子プログラムが例えばえ何かしらの,そのシミュレーションである場合とかですね、量子シミュレーションなんかえ、まあ、まあとで話をしますけれども、 えー、場の量子論のシミュレーションなんかができるわけですよ。でそうすると、初期化というのは何かこう真空状態の初期状態というのを作って、でまあえー、量子プログラムというのは、例えばその時間発展演算子をプログラムとして書いたと。真空をまあ何かしらこう外場かなんか加えながら時間発展させたと。で最後に測定をするというのは、えーまあ、本当にその場の状態を測定するということになるわけですけど、すみません、ちょっとこれ,これを切らないといけないんだった。えー、届いてるんだ。 場の状態を測定するわけですね。でまあ、それ量子力学なので、えー、測定するためにいろんな確率でそのじいろんな場の状態が、まあ、その要するに、えー、と波動関数が収縮するというやつですけれども、見えるんですけれども、まあ、でもこうヒストグラムを取ればその平均的にどういう,ふうに場が見えているかというのが分かってくると。でそ,れそ,れその平均値からまあその時間発展がで何が起きていたかを読み取る。そういうことをするわけですね。 でえっと、さっきその高速で実行できる必要があるって言っていたのは、この多数回試行をしないと、まあ、要するに1回測定しても確率的にしか答えが得られないのであの、はっきりしたことは言えないケースがほとんどなんですよ。だから必ずヒストグラムを作る必要があって、でまあ、そのために多数回試行する必要があって、でまあ、そのためになんかある程度量子回路っていうのは早い必要があるというのが、さっきちょっとちらっと話をしたその高速で実行できるということの必要性です。はい。 まあえー、とそれがまあ量子計算の基礎で、さっきから何度もそのいろんなスキームがあるという話をしているんですけども、そのハードウェアでどういう実装するかというレベルの話もありますし、それからそもそもどういうふうに計算をするのかという、えーまあ、議論もあって、でえー、と今回はそのの量子回路型とかゲート型と呼ばれる量子コンピューターの話に限るんですけれども、その他の量子コンピューターもありますということだけちょっとこのスライドで紹介します。 まずはその量子回路型ですけれども、えー、ともうすでにちょっと話をしていて、えー、とまあ量子ビットを並べてで、そのビットに量子ゲートと呼ばれる、単純なユニタリ演算をかけていくで。その単純なユニタリ演算をいろんな組み合わせをしていくことで、まあ、単純でないユニタリ演算が最終的には形成されて、それがその量子回路と呼ばれるもので、でまあ、最終的にそのだから何かしらその複雑なユニタリ演算を初期状態に与えて、 収入状態を作って、その収入状態を計算規定で測定してヒストグラムを見て、A、答えを埋めると。それが量子回路型計算です。量子アニーリングというのが、えーとまあ、これはもともと日本人の人が作った、まあ、アイディアなんですけど、今はカナダの D-Wave という会社がこれを商用化して、すでに存在するんですけれども、これはもうちょっと違うあの話で、えーとまあ、もうちょっとこう限定されたスキームで、あの イジングモデルハミルトニアンの規定状態を探すというそ、れそれに特化したマシンです。ただしいろんな問題がそのイジングモデルハミルトニアンの規定状態を探す問題にマッピングできるということをまあ利用していて。えーとまあ、例えば最適化問題なんですねその。バイナリー最適化問題というのをまあこれで解けるということで。でその時の,そのハミルトニアンのバイアスだったりカップリング、その各個々の、えー、サイトにかかる エネルギーだったり、そのサイト同士のカップリングだったりとかっていうのはこの自分で選べるパラメーターで,でそれ、そのパラメーターを使って問題を表現する、最適化問題を表,表現する。で、えー、とも,うもうちょっとテクニカルな話をすると、どうやってやるかっていうと、何かしら地名の,のハミルトニアン、その例えば全部の 本当にそうなんですかカップリングゼロでこうみんな磁場が一方向に向いているよとかそう,いうそういうハミルトニアをまず用意してそれを断熱的にそれの初期状態をそれのグラウンドステートを用意するとそれから断熱的にそのハミルトニアを問題ハミルトニアに置換していくことでそのグラウンドステートがゆっくりゆっくりその問題ハミルトニアのグラウンドステートに移っていくようなそういう方法でえと最低限の,の規定状態を探す。それが 量子アニーリングという手法ですで、まあ、それから他にももうちょっとエクゾティックなもので例えばその連続変数型と呼ばれるそれもゲート型の一種なんですけれども量子ビットではなくて、えー、と個々のまあユニットが連続的な値を取れるような量子系、まあフォトンでそれは実現するんですけれどもそういう方法もあったりとかしてだからそういう次元でもまたその自由度がある,ある意味自由度があるわけですね量子コンピューティングと一概に言っても <laughs> そもそも何をコンピューティングで何をするかというところからまず。 選べる。だから逆に言えばすごくこう幅が広い。い,いわけです。でもまあまあ、普通量子コンピューティングっていうと、今どこはゲート型が一番仮定されるというか、ゲート型の話をする人が多いですね。なので、量子ゲートの話に移ります。で、今、さっきもちょっと言いましたけど、単純なユニタリを並べていって、任意の集状体を作る。 のでその最初からその何か集状態が欲しくって、それをこうよいしょっと作れるわけではないんですね。それは魔法です。魔法じゃなく魔法できないので、そのプログラムとしてこう単純な量子、えー、ユニタリーを組み合わせていくことで、まあ、何か望む集状態を作るわけですで。単純なユニタリーというのは、具体的に何かというと,、えーとまあ、複数種類あって、まず一つ大事なのは、一、えー、量子ビットに対する回転。回転ゲートというのは、このパウリーのシグマ行列かける何かしらのパラメータというので、 まあ、そのブロッホ球場中での回転が表現されるわけですけれども、えーとまあそのまあ、我々物理屋なのでその具体的に何なのかということをちょっと考えるべきで、でまあ、何かというと、まあ、い,ろいろんなもちろんその物理系で量子ビットって実現できるので一概には言えないんですけれども、まあ、往々にしてこれはその何かしらのラビ振動で実装することが多いです。というのは、えーとまあ、ラビ振動の,そのハミルトニアンってその量子力学の なんか学部の量子力学の授業で出てきますけれども、なんかしたらその対角成分があって、それから非対角成分をその外場として加える。まあ、そうすると、その非対角成分を加えている時間だったりその、えー非対まあ、外場が大体その振動外場なわけですね。振動外場の,そのフリークエンシーだったりとか、アンプリチュード、それからかける時間に応じて、えーまあ、その二順位形のエネルギー。 順位間二順金の状態というのがそのエネルギー順位間の間でこう振動すると。それっていうのはそれだからちょうどシグマ X による回転、このラビ、えっとえー、ごめんなさいこのブロ補給中でのぐ、まあ、ぐる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 回るようなイメージとまあ全く一緒で。でもそうやってそのラビ振動でこういうゲートというのが実装されます。まあ、その辺はちょっと第3回で紹介するので今日はちらっと言っておくだけなんですけど別にまあ,まあ何かしらその 操作な,なんでそのこういう単純な操作に限らなきゃいけないかというと、えー、何かしら物理的に実装できる操作でなければ、結局量子コンピューターというのは実現できないので,で、このラビ振動というのは実際に作れる、割と簡単に作れる現象なので、まあ、それでもって、えー、量子ゲートになるというわけです。でそれから、えーと、1量子ビットのゲートだけだと、結局いっぱい量子ビット並べてもあのエンタングルメントが作れない。 ので、面白いことはできないというのがあって、もう一つ、何かしら複数量子ビットに対する操作というのも必要なんですけれども、複数を操作するというのは実は難しくって、できることは限られていて、一番有名な例は、コントロールドノット、C ノットと呼ばれるゲートなんですけれども、C ノットというのはえとまあ2つの量子ビットに対してかかる操作で、ここの例でいうと、左の量子ビットの状態に応じて右の量子ビットにかかる操作が変わる。 えーと一番その左側の列ですね、その00と01に対して C ノートがかかる場合は、これはほぼアイデンティティとしてかかるんですけれども、10と11というのに、えー、と C ノートがかかると、右の量子ビットの0と1が反転する。でこれを利用すれば、えー、ともともとその2つの量子ビットを全く無双関でやったところが、まあ、エンタングルすることができるわけです。す でこれすごく限定的な操作に見えるんですけれども、この1量子ビットの任意回転と c ノットというのを組み合わせると、実はそれだけでそのユニバーサルゲートセットと呼ばれるものになるというのが知られていて、ユニバーサルゲートセットは何かというと、任、え、意、ー、の SU の2の N 乗のユニタリー、つまり量子回路がその N 個のキュービットに対する量子回路であれば、要するに任意のユニタリーをこれ,これらの操作を組み合わせていくことで、えー、まあ作ることができる。もちろん ものすごくたくさん必要になるかもしれないですけどね、ここの,ここのゲートの数というのは。少なくとも、まあ、有限個の数で、えー、とな何かしらそら欲しい状態が作れるというのがその数学的に証明されている。だから、まあえー、と限定的な操作ではあっても、一応これ,これさえあればなんとかなるということで、えーとまあ、例えば IBM が持っている量子コンピューターというのはこう,いうこういうゲートのセットであの動くようになっています。 はい、c ノットを実現するような,なんか物理的な方法っていうのは何か知られてるんですかあはいあ、もうこれ実装されていますと。これも実はラビ振動なんです。っというのはと超伝導量子回路においてはこれはラビ振動なんです。 ちょっとまあ細かい話になるんですけれども、今度は別,に別の回でやろうと思ってるんですけれども、2つの量子ビット、超伝導量子回路って何かっていうと、LC 振動回路みたいにこうループがあって、コンデンサーとえーインダクタンス。インダクタンスがそのジョセフソンジャンクションというもので作られるんですけど、コイルだと思っていただいて、振動,振動回路を 1>, 1個組んで,でそれを1つの量子ビットとみなすんですけれどもそういうその振動回路2つをまたその間になんかそのコンデンサーをくっつけてこうカップルさせると、まあ、2つの間でこうクロストークが起きるんですけれどもその LC 振動回路の,その LC のパラメータを2つの回路でまあ全く異なるようにしておくとそのこういう振動数が全然違うからクロストークがあっても普段は全然お互いに影響しないとカップリングそのモードが違って影響しない。 ところが、えーと、片方のキュービットに、もう片方のキュービットの固有振動で、えー、外場を与えると、まあ、変,な変な振動させることになるわけですね。こっちの,こっちの自,分自分の固有振動でない振動数で無理やり外場を与えるので、でそうするとなんか、まあ、隣のキュービットとのカップリングが起きて、隣のキュービットの まあこ,こっちのキュービットの状態に応じて、隣のキュービットのラビ振動数が変わるみたいな、そういう現象が起きてるんです。それがまさにコントロールしている状態になっていて、<laughs> 伝わりますかちょっと、ちゃんとスライド用意してこ、こ分かりました。でも、<laughs> ああのそのやり方だと、間違いがある確率でやっぱり起きますよ、ね。起きます、起きます。それが、あまあ、これから出てきますよね。はい、そういうことです。 ええ、あ,のありがとうございます結局そう、超伝導の場合はほぼ全てラビ振動、いろんな方法のラビ振動を使ってあの実装していくんで、まあそう、だからすごく泥臭いところまで持っていくと、何、まあ、ていうか、かなり、まあ、結局やっぱり何かしらの方法を物理的にあの実装しなければいけない,っていうところでそうエラーの問題っていうのは必ず起きてきますしあのまあ、 ここでまあ一つ言っておくべきなのはこの辺のユのニバーサルゲートセットの議論とかってやっぱりその90何年から始まっているその量子情報っていう人たち量子情報の専門家という人たちが作り上げてきた理論で必ずしもこうじゃあ実際にそれどう作るのということを念頭に置いた議論ではなかったりすることが多いのでえともちろんこれは数学的に正しいからこれ,これでいいんですけれども えー、これにこう、いきしてすべてやっていくのが本当にこれから、これからの10年正しい道なのかっていうのは、まあ、ちょっと疑問はあるところかと思います。もうちょっとこう、なんていうか、物理的実装の立場から、えー、と見直して、もっとこう、プラクティカルなこう考え方というか、量子コンピューティングに関するというのが出てくるのかもしれないなと思っています。ちょっとこれ、せず今、メタの話ですけれども。はい。えーと まあそれがそんな感じでえとまあ何かしらの方法でこうやってゲートを作って回路を作っていくということになります。で、量子コンピューターってそのニュースで言うと結構こう次のスーパーコンピューターというか何かとんでもないものみたいな言い方をされることは多いんですけども、もちろん。 ね、あの科学者であればすぐに分かることですけど、こういうのは魔法の箱ではなくって、えーとで、その量子計算の原理ってね、まあ、今見せお見せしたように、かなり古典計算と根本的に違うって言っていいと思うんですけれども、でも原理自体は未知ではないわけですね、決して。言ってしまえばただの行列計算ですよね、そのユニタリー行列を、えー、すごく次元数の大きいベクトル空間でやっていくだけ。量子状態っていうのは、だからその2の n 乗法の複素数の並びでしかないわけですし。 ゲートっていうのも2の n 乗かけ ×2 の n 乗のユニタリ行列でしかないわけで。ということは、古、え、典、ー、コンピューターで十分にこれはエミュレートできるんです、量子コンピューターっていうのは。計算自体はできる。ただし、問題になるのはそのさっきから言ってるみたいに、えー、と2の n 乗というその次元の大きさで、複素数1つを例えばその64ビットのフローティングポイント2つ並べて128ビットとすると、えー、と1つの,その量子状態の記述に 2の n かけ n, n たす4乗バイト必要になります。2の n たす4乗バイト、そう。えー、と,、えー、とっいうのは、n が50であれば、例えば16ペタバイト必要です。でこのなんか,なんかその計算するときに、いちいちあの、ね、クラウドのハードドライブに保存していたらいつまでたっても計算が終わらないので、多分ラムに入れたいわけですけれども、えー、と富岳の例えばラム。 の容量って5ペタバイトですとそうですシステム全体でサミットという、まあ、あの別のスーパーコンピューターでもやっぱり10ペタバイトとかでかこの50という時点でも、えっとそこらは世界最高峰の、えー、スーパーコンピューターのラムに収まりきらない量の数字が溢れ出てきてしまうとでこのちっちゃなう今こう写真に写っているグーグルのスカモアという53キュービットの、えー、っとチップですけれどもこのサミットというスーパーコンピューターでこいつはエミュレートできない という話になりますだからそこ複素数,、はい、数,数が1つ128ビットっていうのはど,どういうことですかあ、えっとまあ、一般にその数値計算するときに64ビットの,あの,かその実数って大体64ビットぐらいの数字使うじゃないですかまず32でもいいんですけど32だと桁落ちしちゃうから64くらい欲しかったりしてで複素数って2つの実数並べるので128ビットそれだけの話です別にこれはだからあの何ビット使ってもいいんですけども、まあ、普通に使われる数字としてという意味です 今、の2の n 乗の話のとこで、複素で2の n 乗なんですよね。というのは、あの要するに異想ということですよね、さっきの量子力学でいうところの。異相とアプリチュー、とあと、振幅と。はい、あ、深幅、でも0か1っていうことじゃ、なんだろう、深幅が1ってわけではないんでしたっけ、別に。ではないんです。はい。でここで まあちょっとここだとそうですね、あんまりちゃんと言えてないんですけども、まあ、例えばこのエクスポネーシャルのマイナスードットシグマというのを、えっと、まあ、このベクトルじゃなくて、例えばその一つグマエック x というのを考えてもらって、シー θ がーの何の数でもいいと思えば、まあ、こういう連続的に変えていけるわけですね、うん。はい。だから、あの、 ここでさっき書いていたようなこの PsiK というのは本当に本当にその2のノーマライズされた2の複素数です。例えば 3, 3つの規定とかでもあるできるんですかその3の n 乗とかあはい、<と>可能ですよ。 あのキュートリットと呼ばれるんですけど、うん、その場合は三順位形を使って計算をするとかいうこともできます。その場合、ゲートというのが SU3 の原 SU 理になってとかって。あ、うんうん、あ、そうなんですか。はい。えっ、ー、とまあ、物理的実装は難しくなります。でも、うん、あの別に何も計算理論というか、その量子計算をするという観点では。うんうんうん な何使ってもいいです。ああそ,うそうですよね。その物理的になんかあるのかなと思って。はい、<laughs> あキュートリットであの計算しようっていうのも最近結構あの進んで、実はその ICEP でもそういうことをやってる学生が一人います。<ー>それは結構あのいいこともあるので、難しいんですけども、それな何を使ってやるんですかね。いや同じなんですよ。その超伝導量子回路なんですけど、さっきその LC 振動回路ですって話をしたんですけれど、あの l c ンドカルそのハーモリーコシーイレターだからいくつでも順位は実は存在するんですよね。<ー>それをキュービットとして使うときはその最初の2順位だけを切り出してきて使うんですけど、あえてその 3, 3つ目の順位も持ち出してくれば。なるほど。ありがとうございます。はい、はい、えっ、ー、と、もし訳ないで戻って、えっ、ー、と、まあだからそういうわけでその、古典コンピューターでも、えー、とあ,るある意味では、 量子コンピューターの振る舞いというのは、えー、エミュレートできてしまうので、じゃあ、じゃあそ,そ,ういうそれを踏まえた上で、じゃあ、量子コンピューターにしかできないことって何なんだろうということを一度考えてみますと。えっ、ー、と、まあ、もう今,今の,そのロジックから分かるんですけれども、えー、な何,も何に対してその量子コンピューターを持ち出してくれるべきかというと、一、まあ、つはユニタリ演算で実装するのが最も効率的であるような計算ですね。そ,そういう計算に対しては、結局、その古典コンピューターで計算するときでも、 ユニタリー演算をまあ古典コンピューターの中でしていくっていうのは、量子コンピューターのエミュレーションをすることと同じになるので、1つは、だったら量子コンピューター使えばいいと言えますし、あとそれから問題の規模が大きくなると、古典コンピューターの場合は、今言ったみたいにラムの,の問題だったりとかで破綻するところがまあ量子コンピューターであれば、もっと大きくなっていっても、キュビットをリニアに増やしていくだけで、エクスポネンシャルに規模が大きくなれるということで、使えると。 でえっ、ー、と2018年に Google が、えー、2018年、19年、ごめんなさい、ちょっとピン、18だと思うんですけど、えっ、ー、と量子超越実験というのも発表しました。でまあそそれがまあまたこの、今の、昨今のその量子コンピューターブームの火付けにもなってるわけですけれども、えっ、ー、とそれの内容っていうのは実はな何だったかというと、ランダムな量子回路の出力を計算するという問題を、 ココンンピピュューーーータタとと量子でーーで比べてやったという話ですでランダムの量子管理の出力って量子回路をエミュレートすることでしか計算できないので結局それをじゃあその53キュービットの量子コンピューターでやらせたらさっき言ったみたいに50以上はもうサミットでもエミュレートできないので、えーとまあ、もちろん量子コンピューターが勝つよねっていうそういうまあ種明かしとするとすごくずるい量子超越実験なんですけれども。 まあでも別に間違ったことはやってなくて、こういうユニタリ演算でしか実装できないような、もしくはそのユニタリ演算で実装するのは最も効率的であるような計算を持ってきて、それでまあ量子コンピューターの勝ちというふうにいったという話です。そういうクラスの問題というのは、量子コンピューターに合わせるべきである。 それから、えっとまあその、もうちょっと緩めて、ユニタリーで実装するのが最も効率的でないとしても、ユニタリーで実装できてで、かつどんな実装しても爆弾にラムを使ってしまうような計算。これは例えばその物理系のシミュレーションです、ね量子物、特にその量子系のシミュレーションをやろうと思ったときに、えっと、古典コンピューターでも,もちろんその小さい系であれば、いろんな方法で量子系ってシミュレートできるわけですけれども、まあ、ユニタリーを計算していくというのも1つの方法で。 で、どんな方法をやっても結局その量子系というのが、えー、系を大きくしていくと、ラムの量というのがエク,エクスポネンションに増えるので、まあ最終的には量子コンピューターでやった方が良くなるよと。で、そういった問題に対して、量子コンピューターというのを適用すべきであるというふうに、まあ、考えられています。で、とこれ特にその物理系のシミュレーションに関しては、82年、忘れたちっとい80年代にファインマンがどっかのカンファレンスのキーノートで、えっ、ー、と、量子コンピューター作ろうぜって、 その前にも量子コンピューターというアイデアはちょっとあったんですけれども、あの一般にはまあこ,れこれが本当の,その始まりだというふうにされていて、えー、そのキーノートトークでまあ最後にそのネイチャーというのはクラシカルじゃないんだから、えー、コンタムネイチャーをシミュレートしたかったら、コンタムメカニカルなコンピューターを作るしかないんだというのをまあ彼,彼なりの言い方でえ言っていたのが、えーとまあ、まさにそれです。で本当にその量子コンピュータータで実はは一番最初は 物理系のシミュレーションをするために作,る作,る作ろうって言い出したのがまあ初めです。はい、まあじゃあそう,じゃあそういうのを踏まえて、えー、とじゃあ応用先としてどんなものがあるのかっていうことですね。広報っていう言い方をしてるんですけども、それは、まあ、えー、と後で話しますけども、量子コンピューターっていうのがまだこう、超なんいうか完全に汎用なものというのは存在しないので、えーと、どういう応用ができるかというのもまだ未知なところが。 多々あってだからまあ候補という言い方をします一、えーまあ、つはその状態空間の多次元性に注目して量子、今言ったみたいに量子系のシミュレーションであったりとか、それかある種の最適化問題、ある種の機械学習、そういうものを、えー、と量子コンピューターを使ってやるで。もしくは量子状態の干渉というのに注目して、えー、素因数分解とか逆行列計算とか、データベースの検索とか、そういうまあ有名な応用があったりします。で、えーとまあ、クエスチョンマークというのはもしかしたらもっともっと面白い応用が いっぱいいっぱいこれから出てくるかもしれないということで、クエスチョンマークにしています、えーとまあ。そういう応用がいろいろあるんですけども、今2つこういっぱいあの、量子コンピューターの話をするときにどうしてもいわんな話をしておくべきである有名なアルゴリズムというのが2つあるので、それだけ簡単に紹介します。1つは まあ、素因数分解なんですけどあの、その中身っていうのはその量子位相推定というアルゴリズムで、コンタムフェーズエスティメーションというんですけれど、北、えー、F という左の人と、えー、ショア、右の人、まあ。ショアがこれ考えた、えー、りとごめんなさい、ソニ分解はショアが考えたんですけど、この位相推定は北 F が考えて、えー、2人ともなぜかピンクのシャツを着ています。<laughs> えっと そうですね、二層数って何するかっていうと多項式時間で、まあとうあのー、まあ、ごめんなさい、そうニス分解に使うんですけれども、でなんでこの損失分解、こんなにこう何度も損失分解って言われるかっていうと、あのまあ、ご存知かもしれないですけれども、RSA 暗号と呼ばれる、まあその、インターネット上で広く使われている暗号、いろ,いろんなもののベーシスになっているものが、まあ損失分解に影響していて、損失分解ができてしまうと、RSA 暗号を解けてしまって、まあ、困るので、まあいろ、いろんなエージェンシーが。 あのこれが実現される前にこう次のステップを考えようということでまあ量子コンピューターの,ケースの研究を始めるまあきっかけになったところなのでだからどうしてもソ因ス分解というのは大事なアルゴリズムとしてえと出てきます。今そのソ因ス分解のもとになるその量子相数計とのは何するかというとえ何かそのユニタリー行列 U とえーそ,れのその U の固有状態プサがあったときに U を Psi にかけたら、じゃあ、何かしら、イソユニタリーなので、こういう値っていうのは、E の 2πiθ という形になるわけです。まあ、2π をくくり出してなくてもいいんですけれども、とりあえず、イソファクター、フェイスファクターかけるその元のベクトルというのが、まあ、えー、とこういう状態になるわけですが、えー、とでこの θ というのが未知であるとしますと。だからそのなんかユニタリーとこういう状態は分かってるんだけど、θ が未知っていう、不思議な条件設定の下で、 えと出力はこのシーターの、えーまあ、推定値。この、まあ、計い,ろいろんな計算規定の重ね合わせなんですけれども、その計算規定にかかっているこのか、えー、と係数ファイ,ファイというのが、えー、このシーターの値にかん、まあ、2の n 乗かけるシーターという値。 近辺でピークするような分布を持つとだからそのこうやってちょっと状態で書くと、ベクトルで書くと分かりにくいんですけど、右の,そのグラフを見ていただくと分かると思うんですけれども、例えばこの、えー、シータが0.225に,になるような何かしらにいたりと、まあ、こういう状態を適当に持ってきて、その統一エクサンプルとしてこの,この量子相素推定のアルゴリズムというのを、えー、走らせてみると、えー、とこのファイ K というのの分布としてこういうのが得られます。 で、ま、だ実際にこの総推定をその実機で走らせて何回も何回もそれを実行してでもそのたびにその何かしらの確率でこの0から2の n 乗マイナス1までの,この状態計算規定の状態が得られるわけですけれどもそのヒストグラムを作ってやるとやっぱり全く同じような分布になるわけで,で見ていただくと分かるんですけれども、えー、大体この23かぐらい, 23? くらいのところにピンとピークが立ってます。 でこうやってだから、これ23っていうのがそのシータ零0 2 2 5で、それかける2の5乗32。23じゃないですよだから、値何になるのかな。まあちょっと分かんないですけれども。まあこうやってだからそのピークがピンと立つので、じゃあこのシーーの値っていうのは0.225だったんだなというのがまあ分布から読み取れる。それがさっき言ったようにそのヒストグラムから計算結果を読み取るということに対応するんですけれども。 こん,なこんな感じの分布になるようなのがその量子相数一アルゴリズムというのです。で、これがえっと大事なのは、量子ビット N 個あったら、N の多項式時間、多項式このゲートで実現できてしまうと。でこれこう古典的な実装しようと思って、古典コンピューターでやろうとすると、どうしても2の N 乗というファクターが入ってきて、なんかエクスポネンシャルに長い時間かかってしまう。で、N が大きくなっていくと、えっと、古典的には、 今あのイントラクタブルな計算になるところが、まあ、量子コンピューターではできる。でこれを利用するこで、えー、とで、まあ、すごくちょっとノントリビュアルな方法でこれがその素因数分解というのにあの組み込まれていてで128ビットだったり2048ビットとかの、えー、素因数をか数を素因数分解しようと思ったら、えー、と古典的にはものすごく時間かかるところが、まあ、本当にこれが量子コンピューターで実行できてしまえば 比較的簡単に解けるというのが、えー、このアルゴリズムが重要な理由です。ちょっとまあ何の話なのかピンとこないんですけど、ソインス分解できるよっていうよりはもうちょっとあのワンステップ踏み込んだ話をしたいと思って、まあ、だからその中に入っているソース推定というのはこういう,ものであるというこ問題け紹介をしました。 もう一個有名なアルゴリズムがあります。これが非構造化データベース検索というんですけれども、グローバーというこの右上の人が発明したアルゴリズムで、これは、えー、ともうちょっと分かりやすい話で、まあ、何か、えー、とこの0から11111、2の 2, の2乗 -1 という、まあ、ラベルがついた、えーまあ、状態の集まりがあったときに、その中の一つだけを探して、一つとか、まあ、そ,のその中の特定のものだけを探したいとしますと。 でまあ、その探したい対象は分かっていて、でその探したい対象の、えー、計算規定にかけるとマイナスがかかるようなユニタリー行列演算も、えー、と用意できるとした時に、えー、ときに、ごめんなさい探す、探したい対象は分かってないんですね。探したい対象は分かってないんだけど、そのえー、とユニタリー行列でマイナスがかかるようなものが分かっていた時に、えー、ときに、どうやってそれを探すかということで、古典的に考えたら、 えとまあその0から1111までの行列に対して、行列の状態に対して、毎回、1回一回演算をかけていって、マイナスになりますか、マイナスになりますか、マイナスになりますかって聞いていくしか基本的にはない。だから最大 n, n と2の n 乗回ですね、ラージエン n 回、クエリーが必要なところなんですけれども、それがえとスクエアルートの n で実行できてしまうというのが、その量子,量子アルゴリズムで、このデータベース検索です。初期状態としては、え、ー この0からまで、のの均一な重ね合わせというのを用意しますでこれは、えっと、最初の方であらあの紹介した0たす1っていうその各量子ビットが0たす1ってなっている状態の、まあ、プロダクトステートに当たるんですけれどもで、えっと、まあその重ね合わせの中の一つがこのオメガというそのターゲットステートだったとしてで、これに対して、まあ、このグローバルのアルゴリズムという一、まあ、つのイニタリンまを、あ、やると 出力状態というのが、オメガというのがメインのベクトルで、あとそれから、えー、すごく小さなアンプリチュードでおまけ項がついてくるような、そういう、えー、ステートが作られる。で、えっと、こういうステートに対してまあ測定をすれば、ほぼ毎回オメガのところに測定結果が出てきて、だからまあ少なくともそのーヒストグラムを作るとオメガのところにピークが立つので、えーまあ、探していた波がだったねというのが分かると。そういう,そう,いう方法です。 まあそんなのが、これはその95年から2000年くらいにいろいろ発明されていて、さっき言ったみたいに、この,この後にまある種、レボリューションが起きて、量子コンピューティングというのの時代が花開いたわけです。なので、ソリューシアというのも、そ,その頃は多分、あまり量子コンピューターというのはえ関係してこなかったんですけれども今、今この時代にやっぱりいろいろとソリューシアも量子コンピューターに関わっていくべき理由というのが出てきているので。 まあだからこそ私が今話をしているんですけれども、今みたいに有名なアルゴリズムがあるというのは、さておいてというか、念頭に置いておいて、じゃあなんでそれをしあわせをやりたいかという話に入りますと、一つはさっき言ったみたいなその機械学習というのがえとまあ注目されています。これちょっとまああの本当に量子コンピューターで機械学習をやることで、 あのアドバンテージがあるのかというのは、えー、まだディベータブルな部分はあると思います。でもあるとみんな信じているし、まあまあ、何かしら面白い話が出てくるとは思えています、僕も。えー、なんでかというと、まあ、その多次元性とかですね、例えばそのデータ点、まあ、機械学習ってあの多くの場合、まあ、いっぱいこうデータがあって、データ点があって、それを何かしらこのレイテントスペースと呼ばれるその隠,れ隠れ変数空間ですかね。 にまあそのマッピングしてその中でこ,うこの点とこの点は近いよねとか,こうなんかクラスターできるよねとかそうい,そう,いうことをしてでまあそれをまたそのオブザーバブルなスペースに戻してきてあの何かこうプリエクションするっていうのがまあ多分機械学習のすごくメタな見方だと思うんですけれどもでそのじゃマッピングするっていった時にえときに古典コンピューターではまあ次元数は限られるんですけれどもそのレイテントスペースのそれがまあ超多次元のヒルベルト空間にマッピングすることができる量子コンピューターを使えば2の n 乗,乗,乗 空間です、ね、2の2乗次元空間。だから、えーとまあ、古典コンピューターで、えー、マップしきれなかった、レゾルブしきれなかったような特徴量というのも、えー、もしかしたらそのヒルベルト空間の多次元性によって、まあ、見えてくるとかそういうこともあるかもしれない。でま,たまた別の見方として、えーと、量子コンピューターを使うと、まあまあ、とても大きな行列の逆行列とか、えーまあ 計算できたりとか、もしくはその最適化、ある種の最適化問題というのがすごく高速にできたりとかするということもあるので、えー、まあその学習というステップにおいて、学習って最適化にあたる、まあ、フィッティングと同じことなので、最適化にあたったりまで、そのフィッティングと まあフィッティングってまあいろんな方法があって、一つの方法は何かしたらすごく大きなリニアな問題にマップしてえまあ逆行列を求めることだったりもするので、そ,そ,そういうふうにリフォーミュレートすることで、量子コンピューターをそこに突っ込んでまあ何かしたらその学習の高速化ができるかもしれないとかいうこともあります。あとはあともうちょっとこうふわふわっとした話ですけども、回転ゲートとさっき言ったエクスポネンシャルのゲートですけどあ、れあれをいっぱいかけていくっていうのは、 あ,るあれをそのなんかこう、ごめんなさい、回転のパラメータを、えー、とデータの与え例えばそのなんですか、ね、ヒッグスの PT に応じてこう回転をかけるみたいな、そういうことをすると、まあ、そういう,そう,いうその入力データの風流変換を行うような形にな,ってなるので、まあ、そうやってそのある、ある種こうなんか、またすごい多次元なこう風流空間にマップするようなことになっていて、まあ、えっ、ー、と、 まあそれはだからちょっとここフワフワしてて、あまりはっきりしたことは言えないんですけれども、何かしらその学習の効率化というのにえっとつながったりしないのかなとか、そういうこともまあ一つは考えていけるところ。とにかくここはまあ、未知の部分がすごく大きいので、まだまだこう考える余地がいっぱいあるところだと思っています。 それからまあもうちょっとコンクリートのところで、えー、とシミュレーションですね。量子量子ソリューシアにとってその量子コンピューターは何が一番嬉しいかって、多分あのこ,れ、まあ、これはすごくはっきりしていて、まあ、大きな量子系をダイナミクスを見いたかったら量子系が必要っていうのはそのファインマンが言った通りで。で、まあ、原理的にはこの量子コンピューターを使えば場の量子論の第一原理計算ができるっていうのは、格子場の理論みたいなのを作ってあ、もう1時間になっちゃうんですね。えーとまあ、本当にそのダイナミクスを得たりするわけですね。 なので、えーとまあ、これはその量子コンピューターのスケールが大きくなっていけば必ずできるところで、で必ず有用なところなので、まあまあ、そのスケール待ちな部分ですね。はい。ということで、それら子物理への応用例もいくつか例があって、で物理解析に使っていく、まあ、実験やだったらこの辺が興味あったり、あとはシミュレーションのところでそのバーナ量子論とかの話があるんですけれども。 物理解析の一例もちょっとここを挙げたんですけど、まあ、ちょっとここではじゃあ割愛します、今日は。シミュレーションの話だけちょっと <laughs> したいと思いますそ。もう何度も言ってるんですけど、講師版の理論です、このラティスフィールドティーよりっていうのは、量子コンピューターのすごくあの、まあ、ゴールデンアプリケーションと、まあ、僕が勝手に呼んでるんですけれども、まあ、すごく分かりやすくて、かつ一番というか、その古典コンピューターで絶対できない問題が量子コンピューターでできるっていうので、大事なアプリケーションです。 な,なんで古典コンピューターで,できないかっていうとまあもうわかると思うんですけれどもこれ超多次元問題なんですよねその例えば一、えっと、つ一種類のフェルミオンバーでも N3 乗このラティス点があったら2の N 乗二の N の3乗乗次元あの,の、まあ、量子状態量子空間量子状態空間を考えなきゃいけないのでえっとまあ で、その、これじゃあ、古典的には何やってるかって、もちろん、その、ラティスフィールドティオリーというのは、基本的にはモンテカルロを振って、統計的に状態の情報を調べるということをしますよね。で、そうすると、どうしても、その、平行状態だったり、準平行状態というのを調べるのが基本になって、で、かつ、えっ、ー、と、サインプログラムといって、その、まあ、距間で定義、まあ、なんかその、何やるかというと、場の、えっ、ー、と、経路積分やるときに、その、 えー、エクスポネンシャルの i かける作用なんだけれども、そこの、えー、と時間の方を巨時間にそのウィックローテーションして、そうするとエクスポネンシャルのマイナス作用みたいになって、でそれでこうモンテカルを作れるということなんですけれども、その時のそのマイナス作用の S が、A ララ、ラグランジアによっては複素数に、ウィックローテーションの後も複素数になってしまっていて、でそうするとそのモンテカルロ積分ができないとか、そういう問題が古典的にはある。 わけけですけども量子状態量子コンピューターの場合はそういういろいろごちゃごちゃしなくてもとにかくばか正直に場、まあの,の状態を作り場のハミルトニアンを当てはめて直接時間判定をシミュレートできるとかするとかそういうことができるので、えーとまあ、本当に本当にこうき完全にレジームが変わるんですねこれはね。で、えーとまあ、これやってるあの研究というのいっぱいもうすでにあって。 やってるっててるいうのはそのこういうことができるだろうと、大きな量子コンピューターが出てくると、こういうことができるだろうということがをプレイクトしている論文っていうのがいっぱいあって、例として今2つ挙げているんですけど特に一番上の,上の例は、うちの ICEP の今、特任研究員をやってくれている長野君という人が協調者で書いているので、ちょっと紹介をしています。シュインガーモデルという1たす1次元の QED で、電化閉じ込めを見ることができるとか、す,すごくだからそのノンパターラティブな。 領域ですねあのそういういことが見える <laughs> で、まあ、同じようにそのノンターパーターバティブなそのイージングモデルでの、えー、動的相転移を見るとかこれは、えっと、下の例は実際に、えー、っとイオントラップの量子コンピューターで、えー、あのじ実機で実験していますこの人たちはで、えっと、具体的にどういう何をするのかっていうだけちょっと本当このワンスライドでテクニカルになるんですけれどもあのイメージ持ってもらうために。 紹介しようと思います場の理論の格子の化なんですけれども <laughs> まあ講師、格子場の理論というのはまあ分かると思います。その空間を点に区切って、で各点での,その場の自由度を何かしら表現して、でその点と点の間の,その相互作用っていうのを見ていくわけですけれども、その時にそのフェルミオン場というのは簡単なんですね。実は。自由度というのが各点でそこにフェルミオンがありますかね、ありませんかというその2者だから、2者卓越で、ちょうどそのキュビットと対応がいいわけです。だから例えば、このすごくフリーフェルミオンの えーとラグランジャンがあったら、この、えー、とキネティックタームというのが、まあ、こういう、このラグランジャンこの、連続場でのラグランジャンこういうふうにあったら、格子場でのハミルトニアンというのはこんなふうに2行、みた目にかけて、えーと、キネティックタームはなんかそのシグマ X とシグマ Y の足し算、でえー、とマスタームのがシグマ Z の足し算みたいな、そういうハミルトニアンに、えー、そのキュビットのハミルトニアンに置きえることができるわけです。 えっと、この右の絵っていうのはこのどういうふうに対応付けするかという話で、えっと、要するにフェルミオンがこのサイトにあるよ、ないよっていうのがスピン上、スピン下っていうのとこうまあ対応させられてで、まあ、あとその、えー、電荷を持ったようなフェルミオンだと実はその偶数番目のラティスサイトには、えー、フェルミオンで奇数番目にアンタイフェルミオンみたいな対応付けをさせてなんかやったりするんですけどそういう細かい話が出てきますけども少なくともまあそのエキザクトにこうマッピングできるわけです。 保存版の場合はそうはいかなくて、どうしてもこの角点に連続でかつ比喩回、アンバウンデードなその自由度が存在するので、えー、と何かしらちょっとこうトランケーションをしなきゃいけないとか、アプローチメーションがいるんですね。で、どういうのが一番いいかっていうのはま,あまだアクティブな研究対象で、えー、例えばその角点を別々の振動子と見て、してみて、そのエネルギーカットオフですね、だからそのある程度の数の順位しかその、まあ、順位にマッピングすれば、理算的に扱えるから、ちょうどキュビットでもこう、こうデジタルに使えるということで。 N 順位までしか見ないよとか、もしくは全体の空間の中での,そのフォックスペースで見て、N 個目の順位、エネルギー、ごめんなさい粒子数 N 個までしか見ないよとか、そういうカットオフをつけるとか、どういうふうにやるのがいいのかっていうのは、まだこれがいいっていうのは決まってない。とりあえず、バーのえーと状態とその量子コンピューターの状態というのを対応付けを決めたら、上で書いたみたいなそのえとハミルトニアンをこうキュービットのハミルトニアンに書き換えて、 で、時間発展演算子を今度、ゲートで実装する。で、そうすると、そのダイナミックシミュレーションというのが行えるわけですで、これ、これに関しては次回話をします。だから、えっ、ー、と、まあ、こういうふうにすごく、こう、グラウンド、なんていうか、実,実際にこうやって <laughs> あの実装することができるということです。で、えっ、ー、と、まあ、ここまで話をしても <laughs>、もう1時間になっちゃうんですけど、ちょっとだけ、あの、最後にまあ言っておくべきことがあって、 あのまあ、そこまでできることは全部わかっているんだけども多分その場の量子論がじゃあもう完全に解けたよっていう話はまだあの聞いていないと思うんですね。でんでかっていうとあのまあさっきからちょっと言ってますけどもあの規模がまだまだ足りない。量子コンピューター今まで紹介してのアルゴリズムがちゃんと走るような汎用量子計算機っていうのはまだ存在してないんです。なので今のところまだこのすごく小さい問題でこうプルーフプリンシプルをしたりもしくはまあそ,のそこからそのエクストラポレートしたりとかそういうことしかできないんですけど。 まあまあでもそ,それでもかなりアクティブに進んでいます。でじゃあ、えっ、ー、となん、なんでその汎入量子計算機に至っていないかというのが、そのさっきはちょっと話が出てきましたけど、エラーというのがある、えー、せいで、で、エラーが起きるので、エラーを補正しながら計算をしなきゃいけないんですけど、エラー補正をするために、ごめんなさい、ちょっとスキップしますね。あの、エラー補正をするには、えっ、ー、と、もっともっと量子ビットがいるんですよ、たくさん。だいたいまあ、 今のエラー率で、えっと、50キュービットの計算をしたいとか思ったら、数千から数万個、えーまあ、本当に物理的な量子ビットが必要で物理、たくさんの量子ビットを、えー、集めて、一つのが論理ビットみたいにするっていう感じなので。で、えっとまあ、ただその,そ,その数っていうのは、まああの、いくつ必要かっていうのは分かっていてっていうのがその、エラー率に対して、えっと、いくつ量子ビットを用意すれば、 あのまあ、ほぼ確実にエラーが補正しながら、エラーを補正しながら計算できるかっていうのが、まあ、数学的に分かっているので、まあ、だからそのゴールは決まっているわけですね。で、えっと、量子ビットの今の数っていうのが、まあ、100未満なんですけど、現在、まあ、IBM は今年中に127キュービットのチップを出すと言っていて、まあ、あと1か月半で。 いけるのかかどうかちょっとわからないんですけれども、各社、そういう感じでそのキュビット数のロードマップというのは出していて、まあまあ大体そのか2020何年にはえあの今の数10倍ぐらいのキュビット数でいけるんだというふうになっています。なので、これからまだまだこうさっき言ったみたいにハードウェアがドライビングフォースなので、今。 今まだこれ、これからこういろんなことができていく段階なので、まあ、その量子コンピューターにもし興味を持たれたら、まだまだあの飛び込んでやることはいっぱいあるということです。はい。<laughs> というので締めくくって、今回は、えっと、次回予告ですけれども、次回はちょっとこうハンズオンみたいな形で、あの、実際に行動を皆さんで書いてい、このさっき言ったみたいなダイナミックシミュレーションの実験なんかもできたらいいなと思うので、もし、あの、興味ある方は、 あのこれ、IBM のアカウントだけちょっと作っていただかないという、いただかなきゃいけなくないんですけど、自前でつくあの環境を作っていただいてもいいんですけども、一番簡単なのはここ、IBM の,のアカウントを作ると、クラウド上で Jupyter ノートブックを、環境設定が全部されたような状態で、クラウドノートブック、Jupyter ノートブックが使えるので、やりやすいなということで、アカウントを作っていただければと思いますま。自前で環境を作る方法も、ちょっと後でメールかなんかでシェアしておきますので、もし。 アカウント作りたくないよって方いれば、どれでやっても OK です。はい、以上です。あ,ありがとうございます。えっ、ー、と、質問、コメントあったらどうぞどうぞ。あ,あまり急がなくてもいいですよ。あのそうですか。全然2時半くらいまでは大丈夫です。あ、そうですか。最後駆、駆け足になっちゃってすみませんでした。<laughs> えー いすすませんちょっといいですか、はい、あ戻るんですけど、場の理論の,あのシミュレーションのところあったと思うんですけど、それヘルミオはまあ分かったんですけど、これ、ゲージ版はど,うどんなふうに入った、もしリオトンと入るんですかゲージ版もあの同じように、ご、まあその一般のボゾン場と,と同じようにですか、ええあの、やり方いろいろあって、えっと、ただ、まあ、普通のボゾン場よりはその制約があるというか、そのなんていうか軍の源であるというのがあるので、 また別の方法として何かそのえっと軍のなんていうか原空間をこう有限行使みたいにまたしてそのなんていうか加算有限庫の原で成り立つようなそのフ,ァイファイナルトグループにで禁じしてしまってでそのファイナルトグループ一個一個をこうデジタルに対応づけてっていうようなことを理算的に対応づけてっていうことをするっていうアイディアもあるみたいです。 あ,あ,あともそれに関してもう一つなんですけど、はい、えとこれでなんか、えー、さっき、えー、と必要なキュービットの数が N の3乗か空間の3乗かなんかで増えていくんですよね。えーはい、それで、まあ、もう 10, 10個のラティスで食い入ったとしてそれだけでもう1000ぐらいいってしまうんですけどこれ将来的にあの現実的になんか 9CG を これに乗っけるというのは、現実的なんですか。ええー、えー、と、そこは、あの、全く、あの。素晴らしいご指摘で、えっと、まあ、これもなんか原理的に可能という部分を、あの、かなり。抜けていないんですよ、実は。まあ、そうなんですね。あのー。まあ、わかんないです。まあ わ、まあ、<laughs> かんないです。技術が済みば可能かもしれない少な、えー。少なくとも単一チップ上になんかその何,何百万個もキュビットが乗るっていうのも、まあ起きるんですかね。なんかその技術の進展です、ね <laughs> そうそう。60年代にはきっと、ね、iPhone の存在はあの想像できなかったと思う。<laughs> まあ、そういうこともあるのかもしれないですけれども。まあ、まあ、とりあえずそうですね。あの原理的には、 少なくとも古典では2の数百万条項必要になるところが、えー、っと、量子ビットだったら数百万個の量子ビットで済むよっていう <laughs> ところで満足するところですかね。あと一応これだとあのモンテカルロじゃないからあれじゃないですか、サインプロベントが起きないでできたりするというメリットがあったりするんです。はい、そうように。うね、じゃあ一応まあ、なんかできたらいいなという感じの。 すごくここが、まあ、面白いと思います。やっぱなんかその量子系のダイナミックスシミュレーション、ダイナミクスとかリアルタイムシミュレーションはやっぱり量子コンピューターでしかできないの、そのもうファインマンが言った通りだとそれは思うので。なるほどあ。ありがとうございました。ああの関連する質問なんですが、あの確かに、格子版イオンだとゲージ場は リンクバっていうユニタリー行列の、ユニタリー変換のなんか、なんかユニタリー行列で書かれていたええ <A>。それを再現するというのである。それをなんていうか、えー、導入するというわけではないんですか。 えとそういうやり方もできるんだと、ちょっとごめんなさい、実は僕そこまで詳しくなくて、これあの、ペーパーはいくつかあるのは知っているので、後であのでフォワードできます。うん、あのそれ読んでみたら、読んでいただければいいかもしれないです。そうであのうん、各サイトに、ね、あのゲージは載せるということではないので、そうですね、あの何かリ,リンクという概念を導入するんだと思いますけれども。 うん、こうラティスでその物理量を計算するときはそのラティスサイズをそのゼロの極限に行った時にそのどうやっていく,いくとあのど,どうその外装していくかっていうのがいつも問題になると思うんですけどそこのところ本当は分かんないわけじゃないですかどんなカーブを描いている多分リニアだったらこうかなみたいな、うん、まだそういう程度だと思うんですけどこれりょ なので、なんていうのかな、その、うんと、量子場の理論が本当に、本当にこれで解けるようになるっていうのは、<分>な,なんとなくなんかちょっと違和感が。ええ、あ<の>まあそうです溶<う>解けるっていう言い方あるかもしれないですねで。あと、その、エクストラパレートがよくなるんですかね。まあやっぱりよくはなるんだろうなと。よくはなるんじゃないですか、うん、でも、原理的に本当にどういうカーブを描いて、いくぱ、ゼロの極限は分かんないので <laughs>、なんとなくやっぱりそこは永遠にギャップがありそうな気はするんですけどね。なん そう <laughs> なるほどなるほど。なんか母村がなんかこんなに難しいのがあれでしたっけなんか意外にはいそうなんです。あのうん、もっとももっともそのね、単純に考えたら各点に本当にこう連続自由度があるのを単にこうなんですか、だからじゃあマイナス。 マイナス K から K までっていう値を取りようとして、でまあ、それでカットオフをして、さらにその間をこう2の以上分,分割して、離散化してみたいな、そういうことをしてで、それだとさすがに精度が悪いから、もうちょっとこう賢い方法として、こういうのがあって、でも結局やっぱカットオフは必要なんですよね、どうしてもね。うんうん、うんあ。すいません。<laughs> 分かりました。はい、他かに何か質問いいですかね IBM クワントムっい,いうのは、はい。IBM クワントムっていうのは,のうのはの、もちろん実際に量子コンピューターを動かしているわけではなくて、何かシミュレーションしてるとかなんですかいや、量子コンピューターを使わせてくれます。あ使わせて。はいあの。無料アカウントだと、触れるのはすごく小さいコンピューターに限られるんですけれども、でも、あの本当に。あ、本当に動かして。ええ 取り心地するんですよこれなので結構面白いと思いますようん。まあうん、あの本当はお,おもちゃですけどもちろんねその二キュービットでこうあなんかあのベルベルステート作って、うん、CHSH 不等式が破ったよとかそういう時期ある <laughs> <laughs> そういう感じですけど で、あとあ、シミュレーターも大きいのを使わせてくれます。それはあと32キュービットのシミュレーターだったかなまでできるのかなそれをやろうと思うと、それなりの大きなコンピューターをその自分で持ってなきゃいけないんですけど。あまあまあ、大したことないか、32だったら。まあでも、あのそれでシミュレーターと実機を触れるようになってます。うん。いや、作ります、作ります。<laughs> <laughs> なんかね、ちょっとあんまりセールスマンになってもらうんですけど、わけです <laughs> アイビーもお金もらってるわけじゃないんですけど <laughs> え、なんか、あれ、アイビーもお,お金はお金、そうですあの、とだい今、ちょっと、あのパートナーシップというのを組んでいて、いろいろ、あの共同研究みたいなのやっているので、まあ、別にも、あのセールスではないので、<laughs> はい意、は、外、い、はないです。<laughs> 作りたくない人っていうのは、なんか、なんで、ななんかあるんですか、ね なんかまあそのなんねやっぱりこう個人情報とかそうい<ー> <laughs> うですかありがとうございます他に何か質問ありますかねいやいや大丈夫ですかねあすいませんいいですかはいあのバノリオシロンの講師化のところなんですけどこのなんかハミルトニアンって何かその 量子情報とかでなんか似てるようなものが例えばあってそれから解けたりとかいう方法とかってあったりするんですかなんか,かんこれはもう完全にそのバノリ論からバノリ論だけで作ったみたいな感じですかねそうですねえっ、ー、とあのな何か他のものがインスパイアされたというよりははいあのこう,こういうラグランジェンがあった時にそれを理算化 かつ、そのシグマ行列で表現したらどうなるかっていうのをやっていくと行ったっていう。あわかりました。すみません。ありがとうございます。他ほか、皆さん、よろしいでしょうか。はい。では、えー、次回、楽しみにしましょう。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。また、よろしくお願いします。楽しかった。面白かったです。<laughs>